こんにちは、皆さん、モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。本日は、日本放送協会、NHK がネット受信料を新たに導入するというニュースについてお話ししたいと思います。テレビがない過程でも受信料を徴収するという、なんとも驚きの計画です。まず、ニュースの概要から確認しましょう。2025年の秋から NHK はネット受信料の徴収を始める予定です。これは、改正放送法の成立を受けたもので、ネット事業が NHK の新たな必須業務として位置づけられることになりました。 しかし、この新しい制度は多くの問題点を含んでいると言わざるを得ません。まず、ネット受信料の設定が不公平な徴収方法に基づいていることが指摘されています。現行のテレビ受信料はテレビを所有している全家庭が対象ですが、ネット受信料はスマートフォンやパソコンを所有しているだけでは徴収されず、アプリをインストールして初めて対象となります。この違いが不公平感を増幅させる要因となっているのです。さらに、高額な NHK 社員の給与が問題視されています。ネット上では、NHK 社員 の給与1500 1800万万から 1, 万円にも上るとされていますこれは公務員と同等かそれ以上の高額給与となっており国民から強制的に徴収される受信料を社員の高い給与に充てることは納得がいかないという声が多く上がっていますここで私の主張として NHK の受信料制度は根本的に見直されるべきだと考えますその理由は大きく3つあります第一に公共性の担保が不十分であることネット空間における公共とは何かが未定義のままこうした徴収制度を導入することは 視聴者の理解を得ることが難ししいでしょう第2に、不透明なコスト管理、特に高額給与の問題や、不要なサービスの見直しは行われていない点が挙げられます。例えば、大河ドラマや紅白歌合戦などの高コスト番組が未だに続けられていることです。第3に、ネット視聴者への配慮不足、ネット視聴環境が整っていないため、サービス内容が劣る一方で、同じ受信料が徴収されるという矛盾があります。具体例を挙げると、受信料を払っている世帯は夜中でも昼間でもいつでも視聴できるべきです。 オンデマンド視聴が可能でなければ実際に放送を見る機会が限られているのに全く理にかなっていませんこれらの至らない点を克服しない限り納得のいく受信料徴収は難しいと言えるでしょう一方で NHK の立場も理解できますネット事業を必要務とすることでより多くの人々に情報を提供し公共性を高めようとする試みは評価に値しますしかしそのためには国民の理解を得るための具体的な施策や透明性は不可欠です結論として NHK は新たなネット受信料制度 を導入する前にまずは現行制度の問題点を解決し視聴者に納得してもらえるようにするべきですまた給与の適正化やコスト削減透明な情報提供を通じて受信料の使い道を明確に示すことが必要です皆さんはどう思いますかコメントでご意見をお聞かせくださいそれでは次の動画でお会いしましょうモノモースでしたありがとうございました